来年度は1.5倍の規模で実施する方針です。名古屋市は今年度、新型コロナで打撃を受けた地域経済の活性化を目的に、1万円で1万3千円分の買い物ができるプレミアム商品券を紙で100万8 0 0冊、電子で67万2千口発行しています。このところの物価高騰でニーズが高まるとの判断から、 来年度は発行数を紙で175万冊、電子で75万口と大幅に増やす方針で、11月補正予算案に関連費用を盛り込みました補正予算案にはこのほか、物価高対策として、児童手当の受給世帯を対象にした15歳までの子ども1人当たり1万円の臨時特別給付金や、福祉施設の光熱費支援など、 合わせて134目5500万円が計上されています補正予算案は18日開会の市議会で審議されます